りょうたろうです。今日は僕の大好きなラーメン、一番好きなラーメンが福岡の一蘭ラーメンなんですけど、福岡一風堂とかねラーメンあるんだけど、自分は一蘭の方が好きで、一番好きなんですよ。他にもラーメンたくさんあるんだけど一蘭が好きで、しかも一蘭で長く働いてきた人およびラーメン屋さんで働いてる知り合いが昔いたんだけど、その人もここの、一蘭の中でもこの店の一蘭が一番美味しいと釘を打つお店がね、実は近くにあるんだよね。そこ昔からなんか美味しいなとは確かに思ってて、確かにねそこが自分はうまい、だからもうたまに行くんだけど、そこの一覧を紹介したいと思います。はい、ではお店を入るとまず食券を買います。一覧は食券制です。一覧に行ったことある人は知ってると思います。でもね、一覧ねちょっと値上がりしてましたね、前より。もともとちょっと高めだけど、小麦の料金が上がったのかな、それでちょっと若干値上がりしてました。で、今日初めて、いつも食べないんだけど煮込み豚皿っていうやつ食べてみました。これめっちゃ美味しかったよ。ではね、注文の仕方も教えますんで見てね。まず食券を買ったら席に座って、紙が置いてあるので自分好みのものを選びます。自分が、好みなんで自分でいいようにつけていくんですけど、僕はいろいろ試した結果、いろいろ試したんですよ本当。だけどずっと基本結果的に基本が一番美味しかったっていう流れで、この秘伝のタレのとこね、これ注意なんだけど、あんまり辛くしすぎるとね下痢になります。これ今回下痢にならなかった。はい、こんな感じです。で、ラーメン来ました。ちょっと ラーメンをね一眼レフの動画で撮ってたので、もう、 うまく撮りたいと思ってよいしょってしてます。で、こんな感じ、美味しそうっしょ美味しそう。この真ん中の赤いのが秘伝のタレね。ここの店舗ね麺が違うらしいんだよね、独特で。で、今回なんか、いつもより美味しく感じたで、これが豚のやつ、ご飯に合う。で、これ替え玉用、美味しかったよ。でね、この替え玉用のこのお皿があるんだけど、替え玉注文した人はこのお皿、ちっちゃいお皿があって、この注文の仕方があるんだよね。で、注文の仕方もちょっと動画に撮ってたので紹介します。はい、さっきのお皿を乗せるとこがあるんだよね。乗せてボタンを押すと呼び出し、こうやって店員さんが来て、はい、わかりましたと。で、持ってきてくれるんですよこれ。はい、今替え玉待ちです。このね豚のやつ美味しかった。なんか粉がついててちょっと辛めのやつだった。調味料なんかちょっとよくわかんないんだけど美味しかった。とてもとてもご飯に合う。で、これはお水入れるところね、お水入れるとこで今待ってます。はい、替え玉来ました。こんな感じできます。で、これをまた入れて食べる。替え玉もね美味しい、普通に美味しい。これ片手でカメラ持ってるから、こう右手で一生懸命一生懸命こう入れようとしてたんだけどね、諦めました。両手使わないと。こんな感じで最後まで食べ干したら、この最後のね、一滴までありがとうございましたみたいなメッセージが書いてあるんですよ、一覧って。はい、最後に一覧のこのトイレおまけ動画、謎にトイレットペーパーがめちゃあります。なんでかわかんないんだけどね、なんで知ってる人いたら教えてほしいくらい
最後にね、ちょっと美味しい食事の後汚い話でごめんけど、まあ、トイレ別にしたくないのに入ってこう取るためにこんな感じでした。じゃあね、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は音声も入れてみたよ。じゃあねー。